はようございます。2017年1月19日朝、今日も早いです。朝8時です。今日もね、昨日に引き続き食レポの仕事をしてくるので、いっぱい食べてきちゃいますけれども、朝から体重を測ります。ちょっとね、今日はね、ちょっとパジャマがいつもと違います。着ぐるみじゃないんで、多分着ぐるみよりだいぶ軽いです、これ。だからちょっと軽めかもしれない。夜はちょっといつも通り着ぐるみに着替えようと思います。それでは測ります。1月19日の朝です。せーの、よいしょ。はい、おお、やっぱり 53.5 だけど、多分着ぐるみ着たらいつも通りよりか、まあもうちょっと軽い、ちょい軽ぐらいだと思います。あんま朝の体重は参考にならないですけど、一応測っている感じです。食レポの合間に食べたのはバーミヤンの五目あんかけ焼きそばとオレンジジュースと杏仁豆腐です。全部ペロッといってしまいました。美味しかったです。あなたが住むこの大地をよく見てごらんなさい。岩も木もみんな生きて、心も名前もあるわ。あなたが知らない世界、知ろうとしてないだけ。見知らぬ心の扉、開けて覗いてほしいの。青い月に吠える狼と笑う山猫の歌、あなたにも聞こえるかしら。風の絵の具は何色？風の絵の具は何色？ふぅ。先物の可愛いマカロンの入浴剤かな？バスボムを入れたいと思います。半身浴なのでお湯は少なめです。よいしょ。です。おー、今日も富士山がよく見えます。はい、2017年1月19日の夜です。今日はね、本当に昨日よりもいっぱい食べました。食レポでもね、結構カロリーの高いものを食べて、でさらにお昼ご飯は五目中華そば、五目あんかけそばと杏仁豆腐だったんだけど、全部麺も残さずに食べました。でお腹が結構パンパンで帰ってきたので、夜は食べませんでした。でまだちょっとお腹がいっぱいです。で今日はね、食べてるところとか動画撮れなかった分、ちょっと運動法とかを公開したんですけど、基本的にはあんな感じで、自分が好きなことをやりながら、ちょっとながら腹筋みたいなぐらいしかやらないです。それでは体重を測ってみたいと思います。はい、それでは1月19日の夜の体重です。いきます、せーの、よいしょ。うわ、あれ、すごくない？なんかめっちゃ順調に減ってる。53.7 なのでマイナス500で 53.2 か。ちょっと待って、昨日何キロだったっけ。昨日何キロだった。 53.7 だったから 500g 減りました。すごいね。
ね、ということで今日は 500g も減りました。多分夜ご飯食べてないからかな。なんかお昼を目いっぱい食べると夜あんまりお腹空かないので、その作戦もいいのかなと思いつつ、やっぱりね本当は夜が一番食べるのがなんか美味しいよね。なんで多分明日からは戻っちゃうかなって思います、食生活は。でもちょっといい調子で痩せてるので、ちょっと待って、ってことはもうすぐ2キロですね。ここで企画があります。2キロ私が痩せた時点で、あとだから300グラムか、痩せた時点で質問に答えるコーナーをやりたいと思います。この動画から2キロ痩せたところの動画までの動画に対してのコメントで、いい質問があったらね、こうピックアップして私が答えたい質問に答えていく動画を出したいと思いますので、コメントどしどしお待ちしています。まあコメントに対してもね、一つ一つにできるだけ返信してるので、多分返信もしちゃうんですけど、動画でも丁寧に答えようかなと思ってますので、お待ちしています。そしてあやはねまやファーストアルバムのプロジェクト、クラウドファンディングを行っております。詳しくは下の説明欄をご覧いただきまして、ぜひご支援よろしくお願いします。皆さんと一緒に夢を叶えさせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。この動画が良かった場合、そしてこのダイエットを応援してくださる場合は、ぜひ高評価グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではこの調子で頑張っていきますよ。また明日、バイバイ。